マンディ・パティンキンは、アメリカ合衆国入りの一周生まれの俳優、歌手。パティンキンは、ロブライナー監督の1987年の映画、プリンセス、ブライドストーリーでのイニーゴ・モントーヤ役でよく知られる。その他の映画作品には、ミロシュ・フォアマイ監督の、ラグタイム、バーブラ・ストライ・サンド監督の、愛のイエントル、エイリアン・ネーション、ウォーレン・ベーティ監督の、リック・トレイシーなどがある。 シカゴホープ、デッドライクミー、クリミナルマインド FBI 行動分析家などのテレビシリーズに主要な役で出演しているほか、ショータイムのホームランドシリーズではソウルベレンソン役でも知られている。スティーブンソン・ドハイムのミュージカル作品の解釈者として知られ、サンデーイン・ザ・パーク・ウィズ、ジョージのジョルジュ・スーラとジョージ、エビートのオリジナルブロードウェイ作品のチェなどの象徴的な 役柄を生み出したことでも知られている。シカゴにユダヤ系の家庭に生まれる。地元の私立高校を卒業後、カンザス大学へ進学し、その後は演劇学校の名門ジュリアード音楽院で演技を学ぶ。ちなみにその時のクラスメイトには、ケルシー・グラマーがいた。演劇学校を卒業後は、テレビやラジオドラマなどに出演して、キャリアをスタートさせる。 そしてブロードウェイデビューも果たし、ミュージカル舞台、エビータにおいて、トニー賞を受賞した。徐々に映画などへの出演も増えたが、1984年に、再びブロードウェイへ戻り、ピューリッツァー賞を受賞したミュージカル舞台の、サンデー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージへ出演。再び、トニー賞へ、ノミネートされた。1995年にテレビシリーズ、シカゴ・ホープにおいて、 エミー賞も獲得した。近年ではテレビシリーズのクリミナルマインド FBI 行動分析家やホームランドなどの出演で知られている。ありがとうございます。